はい、どうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はですね、みんなでバトルやっていきましょう。まあ僕のみんなでバトルはいつ S プラスになれるかわからないし、まあ僕本人の実力も S プラスにはねまだ全然達してないんですけど、まあそれでもね S プラスを目指して頑張っていきたいと思います。まあ以前から言ってる通り、まあ、ぶっちゃけレートとかはね、まあどうでもいいんですよ、正直ね。まあ、正直どうでもよくなってますどうでもいいんですが、やっぱね S プラスっていうもう肩書きが欲しい。もう肩書きかっこよくない？俺 S プラスだぜみたいなそういう肩書きかっこいいよね。これは一番右に行けばいいと思うけど、いけるか。よし、オッケーオッケーオッケー。でこのまま走っていく。うおーい、ジャンプ、オッケー。でこのまま右にね、なんかゴールありそう、絶対あると思うんですけど。でこのまま走っていく。で、ジャンプ。あー、やっぱりか。まあ、絶対ゴールあると思った。まあ、最近ね負けめっちゃ多いんですけど、やっぱりみんなでバトルさ、負けてもめっちゃ面白いよね。いや負け続けるとちょっと精神的に病むっていうか、まあそんな感じになるけどねなるけど、まあね、負けても勝っても楽しいのが、まあ、このみんなでバトルと思うんですよね僕。レートのことをね気にしなくなったら、みんなでバトルっていうのがねめちゃくちゃ楽しくなるんですよね。やっぱそんな中ですね、勝てなくてイライラしてる視聴者の皆さんいるんじゃないんですかね。うわ勝てん、ムカつくみたいなマジムカつく、レート300下がったしみたいな、レート400、いや下手すると500下がったしみたいな、もうやってらんねえみたいな人いるかもしれないんですけど、あれちょっと待って、インターネットの速度が十分でありません。最近ねちょっとネットの環境がおかしいんですよね僕んちのね。まあ、無事やれるかな。やれたらいいんですけど、1回戦した時は全然ラグくなかったよね。ラグ、これ俺のせいじゃないか、これ多分これ多分俺のせいかな、違うかな、どうなんだろう。めっちゃラグい。あ、治りそう治りそう治りそう。あー治んないな、これ多分俺のせいだ、きっと俺のせいだ。おっそ、めっちゃおっそ。ちょっと待って、これやばい、投げられる。よし、でこのまま渡っていく。で滑って、マジかよ、行かせねえキノピオ、行かせねえよし、上から行こう、上から。で次左でしょ。うそ、待って、俺だけ遅れたな。しかもヨッシーの音聞こえたぞ今、マジか、食べられるやつじゃん。よし、俺もヨッシー取っていこう。どこヨッシー、どこヨッシーは、ヨッシーいない、ヨッシーいないわあ、そこにいるのね、なるほど。ここでスターを取ってって思ったけど、スターなくない？お、これヨッシーおらん方が有利かもしれん。待って、危ない危ない、食べられる。あ、連れてってくれるのやっぱそうするよね、やっぱ違うとこ投げるよね。オッケー、待ってくれ、おーおーおーおおお、食べられる食べられるもう邪魔、マジでこの人邪魔。もう待って待って、ほら待って待って、え、結構連れてってくれるね、優しい。でキノピコは、キノピコどこ行ったの？もう食べられてもいい、まあ、食べられてもいいんですよえ、どこそれ。それじゃあどんどん始めていきましょう。なんか通信ネット回線ちょっと直ったっぽい。ちょっとねオンラインで遊ぶことが最近ねすっごく多くなってきてるから、ちょっとネット環境をね変えようかなって思うんですけど、最近ねほんと調子悪いんですよねネット環境の。まあそんなことはどうでもいいよって話と思うけど、うおなんか速攻キノコ取れたけど、やったね、やった、よし、オッケー、このまま走っていく。で、やばい、これ速攻、危ない危ない、あははは、もう待ってくれキノピコ、待ってくれ。よし、でこのままジャンプして渡ってく。よし、これ下からの方が有利っぽいな、なんか。でジャンプ、オッケー、あーくそ踏まれた惜しい、もう3連敗もう3連敗やば、今日勝てるかな。最近はもう勝つためにするっていうより、いかにねレートを下げないようにやってるかっていう方がね僕強いかもしれない
もう勝ちに行ったら大体負けるもん。もうちょっと勝ちに行ってみようか。じゃあこのアイスフォールっていうこのステージで勝ちに行ってみようか。もうめっちゃねダッシュで行くから、もうめっちゃダッシュで行こう。もうアイテムとかもそんなんいらんから、もうそんなんいらねえと思ったらそっちが正解か。 OK。 で次はここは落ちていかなきゃないんだね。うおもうあのキノピコ俺絶対許され、絶対許され。もうで次はでここね、オッケーオッケー。うお危なっ、あ取っててよかった。ちょっと待って、えまたあの針みたいな現れるんじゃないの。なるほど、それが欲しい、俺はそれが欲しい。待ってこれでどうするんだろう。でもえこれ投げなきゃいけないんじゃないの。オッケー、俺もかぶるぜこれであの下のガリガリは防げるってことじゃないの。待って待って、みんな取った、みんな取った。これこれどうしよっか。あまずいまずいまずい、うそん、やられた。いやちょっと待って、なんでかヒップドロップをしてしまったけどなるほど、本当はねこのリフトがあるのね。ちょ待って、みんなもう絶対行ってるよね、絶対先行ってるよね。もう俺だけだよね。あ違う、オッケー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 。これをこれを俺は投げる。あー待って、これさキノピオたちに当てれば勝てるんじゃないのか。おりゃ、あそう当ててみせる、絶対俺は当ててみせる。よし投げてくれ、投げてくれ、右に投げてくれキノピオ。多分あのキノピオマリオをねやろうとしてるぞきっと。多分そうだ、絶対そう、多分狙ってる狙ってる、絶対狙ってる。ほら絶対狙ってる、いけ、おりゃ、いけ、投げるんだ。今いいチャンスじゃなかった、今いいタイミングじゃなかった。ほらおりゃ、よしおりゃ、そっち、やった、俺だけ出しでしょこれ、いい感じの。あらえみんな死んだ、これみんな死んだっぽくないこれ。146秒しかないな、間に合わんなこれは。ゴールできたらいいけど、よし、あ待ってこれはまずい。うお、ブンブンがいる、ブンブンがいる、ブンブンがいる、なんでかなんでかブンブンがいるなんでかブンブンいるんだけど、うそガリガリ。まあまだね絶対チャンスあると思うんですよ、何回も死んでるけどまだねチャンスあると思います。それじゃあ落ち着いていこっか。あらマリオとキノピオいないな、うそ、いや絶対受けたと思ったんだけど。でこのまんま渡っていこっかなんでまたここで死ぬのかな俺は。それじゃあどんどんやっていくわけですが、今日はね全負けっていうのはありえません。なぜなら一回は勝つまでこのみんなでバトルをねやり続けていきたいと思います。だからね今日はね全負けっていうのは絶対にありえない。あー待って、あおえちょっと待って、嘘あった、ちょちょもう踏まれすぎ、これジャンプしたらどうなるの、うそーん。さて何回すれば1回勝てるでしょう今日は。いや調子いい時はね結構ポンポンポンって勝ち続けることができるんですが、今日はねめちゃくちゃ調子悪いんですよね。まあ、30分とか40分使っても1回も勝てないとか意外とありえるかもしれない。そしてあのね土管の上にいるクリボはね絶対気をつけなきゃ、そうこうなるんですよ。オッケーこれはなかなかチャンスだぞ。なるほど恐縮か、待って危ない、よしオッケー。でこのままジャンプして渡っていく、オッケー。うわちょっと待って、落ちた落ちたけど上にここにアイテムがあると思うからぜひ欲しいんですけど、待ってないのかな、アイテムないのかマジかよ。よしでこれは危ね、よしオッケー、ナイスルイージ、マリオを倒したな。これはあんまりね上に行きすぎるとのこのことか、そういうのに当たっちゃうから。おーし来た、ファイヤーベーファイヤーベー絶対取らせない、絶対取らせないから俺。よしキノピオ俺は絶対取らせないからな。よしオッケー、あー
ごめんな、キノピオ。あ、ギブアップした。ってことは、あのルイージがゴールするってもう思ったのかな。わかんないぞ、最後まで。え、待って待って、ルイージもギブアップしたんだけど。助けてください。どうした、どうした。俺が今から行くから待ってな、マリオ。よし、オッケー。これはね、早く行けないな。うわー、まどろっこしいな、恐縮系は。早く早く、気にしないで気にしないで送っておこう。オッケー。で、このままジャンプしてフラワーを取る。この辺はね、敵ないんですよね。なんでみんなギブアップしたんだろう。勝負ってさ、最後まで何があるかわからんと思わない？いや、僕そう思うんですよ。あとね、待ってくれてるとかね、そういう人もいるから、まあみんなでバトルはね、何が起きるかわからないと思うから、絶対僕はね、最後までやりきるんですよね。ギブアップあんまりしたことないな。オッケー。で、このままここ渡っていこうか。で、土管に入ると多分ゴールですよね。やっぱり待ってくれてる。ほら、まあ、こういうことがあるからギブアップしない方がいいと思うんですよね。まあ、結局は負けだけど。よし、それじゃあどんどんやっていきましょう。次はね、勝つことができるんでしょうか。っていうか、あのキノピオのアバター受けるめっちゃおっさんじゃん。めっちゃ変態っぽかったし。ちなみにね、一回勝つことができたらやめるんですが、これはね、多分あの土管に一番最初に入ってもすぐゴールはしないと思います。まあこんな感じだよね。オッケー。で、次はどうしよう。下に行こっか。下に行って、危ねえ、これ。これは怖いな。あんまり当たらないようにしていかないと。オッケーオッケーオッケー。うっそ、待って、危ない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 から絶対そうなると思った。やばい、あのキノピコが勝つんじゃないかな。待って、これさ、意外と俺思ったのが、これ上に上がって、これどうかして上ない、ちょっとなんかないかな。ほら来たやったぜありがとうありがとう。これはウケるな。ほら見て、これ完全にゴールじゃん完全に作戦勝ち。それじゃあね一回勝ったことだし、これでね、ラストバトルにしたいと思います。いや、あんな勝ち方はありえねえよピューキングとかね、言ってるかもしれないね。動画を見てる皆さんはね、なんか上を越えたらゴールみたいな、そういうのありますよね。きっとね、ああやって行く方がいいと思うんですが、他の人もね、あんな考えてたと思います。それじゃあ、これは最初に、うっそー、これ最初に行った人の勝ちじゃないのこれ。あー、どうしようどうしよう。これせめてこれだけ被っていこうか。で、これどうしよう。これ上から行ったら いっくらいどうこれ。ほら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 、ファイヤーバルブ。あ、待って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 、オッケー、来てない、全然来てないどうしようこれ。とりあえずスタートからやり直そう。あの土管に入っていこうか。ちょっとどんな感じなのかも気になるしね、この先が。あ、なんかいる。え、どこ、ここ。なるほど、ここで出るのね。今何匹倒したの、今何匹倒したの今何匹倒したの。なるほど、ここで、ここ。あー、待って、くそ、20匹、先に20匹倒した方が勝ちなんだ。オッケー、よし、じゃあ、オッケー、来た。あー、待って、取られたっぽくない、これ。取られてるよね、くそ、待って待ってくれ、待って、よし、待って、嘘、マリオ。それじゃあですね、今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。いや、もう少ししたら4600台いきそうですよね。それはまずい、それはまずい。4600台はまずいけども、行ってもどうでもいい楽しく遊べればそれでいいです。それじゃあまたね。